はい、どうも皆さん、こんにちは。本日も、テイルズ最新作やっていきましょうか。さあ、やっていきたいわけなんですが、このゲームも発売してから、もうなんだかんだ言って、2週間が過ぎ去りました。いやー、なんかね、実感湧かないんだけど、気づけばね、カレンダー見ると2週間なんですよ。皆さん、どうお過ごしでしょうか。さあ、そういったところで、今日も最新作テイルズやっていきたいわけなんですが、なんとですね、このタイミングで、テイルズのコラボが発表されました。いや、これガチなんですよ。ですので、今日はそこについて取り上げていきたいと思っております。そして、その前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、そういったところで内容に入っていきましょうか。で、こちらなんですが、テイルズ・オブ・アライズ。公式ツイッターになっております。フォロワーの数は約4万人。そして見てもらったらわかる通り、なんとね、アルフェンとシオンがついに、テイルズ・オブ・ザ・レイズに参戦するみたいです。要するに、コラボが実現しました。いやー、まさかの展開ですね。まあ、コラボするんじゃないかなとはずっと思っていたんだけど、なんか思ってる以上に早かったね。だってさ、アライズが出たのが、9月の9日でしょ?で、今動画撮ってるのが9月の24なんですよ。まあ、リアルタイムで今動画撮ってるわけなんだけど、あれから15日っていうことでしょ。早すぎる。早すぎるな。まあいいや。ちなみに、このテイルズ・オブ・ザ・レイズなんだけど、フォロワーの数は8万人ちょい確かいた記憶がありますね。ですので、アライズの約2倍いるんですよ。しかもですね、いいねの数とかリツイートの数がすごいんですよね。普段から。なので、このテイルズ・オブ・ザ・レイズ、かなり人気のゲームなんですよ。ですので、やってる方も結構多いんじゃないかなと思っていますが、皆さんいかがでしょうか?おそらくこの動画見てる方の大半の方がやってるんじゃないかな。まあ、アライズやってるのに、レイズやらないとかありえるんかな?まあ、どうなんだろう。まあ、結構な方がやってるんじゃないかなと思ってます。まあ、フォロワーの数とか見ててもわかりやすいよね。あと、いいねの数とか。まあ、エンゲージメントがどう見ても、レイズの方が上だからさ。まあ、レイズの方が人気なんでしょうね。はい。まあ、そんな感じでございますと。まあ、とりあえずね、特典があるみたいなんで、ぜひね、こちら、皆さんも各自でご確認お願いいたします。で、あとはですね、それだけじゃなくて、なんかキャンペーンいろいろやってるみたいなんですよ。僕もですね、さっき知ったんだけど、なんか様々なキャンペーンをやってるみたいなんで、かなりお得でございます。では、具体的にどういったキャンペーンなのかっていうと、まあ、これからキャンペーンが始まるって形ですね。7大キャンペーンって書かれております。で、まず、Tales of Arise 参戦 PV、フォロー&リツイートキャンペーン。その後に、2021年8月までの参戦キャラクター全員仲間になる、チップス特集、ザ・レイズへようこそ。まあ、そういった形で、たくさんのキャンペーンが開催される予定になってますね。目指せフルボイス化とかもあるんだ。すごいな。あとはハロウィン関連のやつとか、なんかいろいろありますね。こう見てみたら。まあそういった背景もございまして、こちらキャンペーンやってるみたいだから、ぜひね、各自で公式ツイッターのご確認お願いいたします。いやー、テイルズ・オブ・ザ・レイズもめっちゃ人気ですね。あともしよろしければコメント欄開放してるんで、皆さんのご意見だったりとか、今回のこのコラボ企画、どういった印象だったのか、そこも含めてコメントいただければ幸いです。よろしくお願いします。けどね、アライズもやること多いよな。発売してから2週間経ったわけなんだけど、まだ結構やることがありますよ。お!ドクさん!こんにちは!久しぶりじゃねえか。大丈夫?なんか見た目あまり大丈夫には見えないんだけど。アルフェン、お前、まだこんなところで油売っとるのか。いや、油は売ってないよ。俺も結構忙しいよ。普通に忙しいからね。ただまあやることがたくさんございまして、特にサブクエかな?サブクエやることがたくさんあるから、まあ各地を今放浪してるところなんですよ。で、たまたま立ち寄っただけですね。疲れたらまた帰ってこいとは言ったが、早すぎやしないか。そうそんなつもりはなかったけど、そうだな。今の状況に戸惑ってはいる。おー。なるほどね。ならちっとばかし手伝ってもらおうかの。この国じゃ、悩む時間も贅沢ってな。ペッパーが切れそうだから取ってきてほしい。あれは薬にもなるし、食べ物を日持ちさせてくれる。おっていうことでお使いサブクエ来ました。マジかよ。まあ、サブクエはできるだけ受注していきたいですね。それなら持ってる。あれ俺持ってたっけ?これでどうだ?ああ、持ってるんだ。はいはいはい。ってことでこれあげましょうか。うんうん、これなこれ。少し待っておくれ。わしがとっておきの飯を食わせてやる。おい!ありがとう、じいちゃん。さすがじいちゃんだぜ。さすが。けど、ドクさん懐かしいな。めっちゃ懐かしくね。ここのシーン。どうだった?
わし特製の串焼肉。ああ、ペッパー使って串焼肉か。なんか、あんまりリンクしなかったからさ、なんでってなったわ。まあ別にいいんですが、串焼肉って結構珍しいよね。うん、焼き鳥ではないよね、串焼肉って。あ、けど、焼き鳥も一応串焼肉になるのか。まあ肉焼いてるからね。ここ一年で一番美味しかったよ。ドク、料理うまかったんだな。お前煽ってんのか。やはり、お前好みだったか。これも、すべてペッパーのおかげよ。レシピを教えてやるから、この先に行かしなさい。ありがとう、ドク。おい、来た。ドクの隠し味。いいね。いいじゃねえか。ありがとうよ。けど、これはこれでありがたいよね。料理関連であれば。お前さんたちは、何が起きているのか、分かっとるみたいだな。当たり前じゃねえか。ならわしは何も言うまい。ここでじっと成り行きを見守るだけだ。おお。けどね、うわ、お前大丈夫？こいつ大丈夫？本当に大丈夫か？あまり大丈夫には見えないけど大丈夫？いや、大丈夫ではないか。まあ、いろいろ突っ込みどころは満載なんですが。怖い。怖いけど、アルフィンがいるもん。だから泣いたりしないよ。かわいいね。いや、小さい子かわいいよね。君何してるの？ああ、なんか普通に悩んでるだけか。いやー、なんかいろいろあるな。懐かしい。多分ね、ここの村、あ、町？あ、村か町かちょっとね、ニュアンスが難しいところなんですが、かなり久しぶりにやってきましたね。多分2週間ぶりぐらいにやってきたんじゃないかな。レナは、俺たちをどうするつもりなんだ。やっぱり逆らったからって殺されるのか。いや、レナは俺が作った。あー、けどね、あれなんだよな。そっか。なんかラスボス倒してレナ作ったんだけど、けど、ね。なんか倒してないことになってるんですよね。そういえば。そうなんだよ。なんかラスボス前であれ止まる仕様になってるからさ。そういえばそういう設定か。ってことでまだこれ世界救われてないんか。おい、マジかよ。昔、レナが戻ってくるって言ってるわ。昔じゃねえよ、間違えて。ごめん。読み間違えたわ。みんな、レナが戻ってくるって言ってるわ。奴隷に逆戻り。おい、奴隷か。奴隷ってなんか、切ないよね。なんか割とマジで切ないよな。英雄は？英雄アルフィンは来ないの？え、私はここにいますよ。いや、あなた様、私はここにおります。ええー、俺ここにいるのに、どういうことよ。いや、普通に俺いるんだけど。で、ちょっと他さ、誰か喋りかけられるやついないんかな。なんか喋りかけるか、暇だから。まあ、暇じゃねえんだけどさ、やることいっぱいあるんだけど。むしろやることいっぱいあるんだけどさ、懐かしいなと思って。皆さんここら辺とか探索しましたか？俺ね、全然探索しなかったんだよ。マジで探索しなかったか。え、何してんの君。あ、ああ、なるほどね、びっくりした。なんかパラパラ踊ってるのかと思ったわ。こんなところだよ。お前何を踊ってんのみたいな。ああ、洗濯物ね。はいはいはい。まあ、消えてただけか。びっくりしたわ。なんか踊っとる愉快やなと思ったけど、ま、さすがに、こんなところで愉快な踊りは披露しないか。やっぱり、あれで終わりなわけなかったんだ。切ないな。お！オース、せっかく10位になってったのに。私たちまた奴隷にされるの？見ろ、わしの言った通りだ。今度こそ旦那は、値出しにされるに違いない。懐かしいな、ほんと。なんか、そういう話だったな。なんか、世界救ったからさ、なんか、あんまり、実感わかねえんだけど。なんでまだこんな状態なんだ。てか、すごいな。あ、おい、俺、取り逃してた？こんなところに、序盤に。今更ゲットした。くそ。今更ゲットしたよ、今更。めっちゃ今更やん。今更すぎて困るわ。いやー、なんかスラム街みたいやな、ここら辺。本当に。まあ、スラム街行ったことないんだけどさ。けどなんか女性美人な人多いよね。気のせいこれ。あ、なんか目がない。怖い。この人目がなくない。怖いね。で、こちらの女性は、おー。なんか女性しっかりと作り込まれてるよね、これ。ほらほら、美人じゃない。一度、自由を知ってから、また、奪われるなんて耐えられないわ。お前ら大丈夫だってだから、これがさ、しっかりと、まあ、解決しちゃったから、問題はないと思うんだけど、ね。
なんかいろいろ悩みがあるみたいですよ、皆さん。こっちはおばちゃんやな。レナの反撃が始まった。せっかく自由が手に入ったのよ。もう二度と渡さないわ。じゃあ反乱起こせよ。それはね、武器を取って反乱起こすしかないわ。で、ここ綺麗だよな。ここ綺麗だよな。いや、汚ねえわ。そんなに綺麗じゃなかったわ。はい、ということで、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。いやーけど、それにしてもさ、懐かしいな。いや、ここマジでさ、今日久しぶりに来たから、なんか感慨深くなってしまったわ。さあ、これからですね、まあ、様々なダンジョン攻略、またまたやっていきましょうか。まあ、今日はね、休憩パートっていうことなんで、まあ、次回からね、バリバリやっていきたいと思います。あとはね、このテイルズの動画、結構溜め撮りしてるからさ、溜め撮りしてるものをしばらくは出していくことになるかな。まあ、この動画ね、リアルタイムで出そうと思っているんですが、リアルタイムで動画出すって結構珍しいよな。まあ、大体溜め撮りしてるからね。はい、っていうことでお疲れ様です。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。